米原徹さん、はい、この間の大阪の琉球フェスティバルお疲れ様でした。ありがとうございました。第2弾インタビューですけど、はい、どんなでした？2曲しか歌いませんでした。おお、その理由は、持ち時間がなくてですね。じゃあ、皆さんの応援があると2曲が4曲になるっていう、はい、あ、東京の時はそれができたんですよね。なるほど。じゃあ、比較的ミュージシャンも多かったんですね。多かったですね、時間が。ああ、そうかそう。じゃあ結構待って、はい、もう酔っ払うのが怖くてですねということは控室にありましたね。ああ、そっか。それをこらえて、はい、なるほど。2曲は何弾かれたんですか？ナークニーとメーカカン。おー、ね、おおおお、だいぶお客さんも喜ばれたでしょうね。っていう感じです。もう終わりかいみたいな。そうそう、他のメンバー3曲とか4曲とかですけど。あ、そっか、そこはこらえて、はい、じゃあもうそこでこらえた分、三振の松田でちょっとパチミカしていただけますか？じゃあ今日なんか弾いていただけるっていうことなんですけど、はい、じゃあどんな歌してくださいます？これね、とっても久しぶりなんですよね。何年ぶりだ、僕が某民謡団体に所属してる時に歌ったきりなんで。おお、なんだ、1年ぐらいな、もう、もう10年ぐらいでしょ。あんなに10年ぐらいですね。しなびの浜っていうか、しなびの浜、これは名曲ですね。これ歌えるかどうか。キャン先生の名曲中の名曲を、はい、これ米原徹さんの歌声で聴いてみたいな。やってみたいと思います。よし、楽しみにしてます。じゃあお願いします。いい、ほい。わしりよがー
しし浪浜素晴らしい。ありがとうございます。これをステージで歌われることないんですか？すごい。じゃあですね、今月25日から船での仕事があるんで、じゃあ船で歌ってみましょう。船で？船の中で歌うんですか？船の中で。え？なんでこの辺歩く船ですか？いや、特別な船ですね。特別？へえ。アスカ2号という。アスカ2号。え、アスカ2号って言ったら外国で言ったらクイーンエリザベス号みたいな豪華客船ですか？船の中に映画館があるとかね。寿司屋があるとか。あんな中で、貨物船の中でやったことしかないんですけど。おこんなでっかい船で。おお。酔わないか心配です。じゃあ楽しみですね。はい、じゃあ与那覇徹さんのファンの方はぜひアスカ探して、はい、そこまで追いかけて乗っていってください。結構値段が高いみたいな。ちゃんと調べてから。はい、じゃあそういうことで、はい、ゆたしくにげさびら、どうも、はい、ニフェデビタン、ありがとうございました。